いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、絵というのは何が一番大事なのかというようなあたりをお話ししてみたいと思います。まあ、当然絵というのは技術がなければ描けないわけです。皆さんこんにちは、ご視聴ありがとうございます。今日は技術、あるいは絵はそもそもどういうものか、これはまあ一言で言えないので、まあ、それにちょっと関する話とか、ネットやそういうところで非常にたくさん絵画教室、油絵教室、絵画講座、油絵の描き方たくさんありますが、まあ、それはどういうものなのかなと。で、本当に心の底から自分の絵というものを作りたい人にはどのような勉強の仕方がいいのかなと、そんな話を今日はちょっとしてみたいと思います。じゃあ技術が一番大事なのかというと、当然大事ですが、絵にとって技術よりも大事なものがあるんですね。それはどういう心構えで絵を作っていくかと、そのあたりが非常に大事になってくるわけです。何かを表現しようと、まあ表現にはいろいろあるんですけども、例えば絵で表現を行うと、その場合には必ず技術というものが必要になってくるんです。で、この技術というものをどういうふうに、習得していく、技術の習得にはさまざまな方法がありますが、決してそれは楽なもんではありません。どちらかというと厳しい訓練をしないとなかなか技術というものは身につきません。例えばですね、ここに1枚絵がありますね。これはですね、多分私が高校生の頃に絵の描き方、まあ、油絵始めてですね、で、大尾崎っていうところがあるんですけども、そこで描いてきたんではなくて、写真を見て描いたんですね。で、まあ、絵描くときにスケッチでなかなか描けない部分もありますので、まあ、写真も活用してもらうのも結構ですし、ドガとかですね、非常にこう人の動きを上手にクロッキースケッチデッサンで捉えて表現している人もいますが、どうもカメラ使っとったと、そんな話もあります。まあ、カメラ使う使わんという問題もあるんですけども、これはですね、もう技術だけで描いた絵なわけですね。だから、ああ灯台は描いてあんなと、それだけなんですね。だから絵というのは技術は非常に大事ですが、例えば今はもうコンピューターの時代になって大きな印刷物もコンピューターで作るので関係ないわけですけども、でここにですね、皆さんご存知の長谷川一夫大先生の、写真がございます。まあ、すごい映画スターですね。で、昔はですね、映画が映画館でかかると、その人の顔を描く看板屋さん、まあ、職人さんですね。そういう方がお見えになって、まあ、配給会社かどっかから元の写真をもらって、それを技術をもってして、リアルにかっこよく俳優さんの顔を描くわけです。それはすごい技術ですね。で、先ほど見せましたけども、絵というのは技術だけで描くものと違って、看板ではないんですね。看板と絵がどっちが上かとか下かとか、そんな問題ではないんです。目的が違うわけですね。看板はそれを見て、あ、かっこいいな、この俳優さん、見たいなって映画館に入ってくれないといけませんし、絵はですね、何かこう自分が伝えるものや主張したいことが
ある、あるいはそういうものが漠然としていても、こう人間が一生懸命やった結果を残すと。だから近代以降になってくると、まあ現代といいますか、上手なや下手なや、上手下手っていうことも、まあそういうところの関係から離れていくわけですが、まあ今日はそこまで話広げるとややこしくなりますので、また元の話に戻りますが、この人はですね、皆さんご存知の座頭市勝新太郎さんですね。この人の映画、昔はさっぱり分からなかったんですけども、年取ってから見ると非常に面白くていい作品ですね。話またそれますけども、勝新太郎と田宮二郎が出ていた悪名とか、その辺も非常に面白い映画ですが、これもこの方は自分で監督して撮ったりしてますけども、伝えたいものがあるわけです。こちらはですね、世界的に有名なオペラ歌手のモンセラート・カバリエさんですね。フレディ・マーキュリーと一緒に歌ったりしてましたけども、まあこの人は音楽、声、まあ、この人はオペラ歌手ですので、声を使って表現をしているわけです。だから表現するのには当然技術はいるんですけども、それだけではダメなんですね、芸術の場合は、絵を描く場合は。だから看板上手に描いていても、それが看板になったら、決して看板がいいとか悪いとかそういう問題じゃなくて、目的も手段も違いますから、求められているもの、表現するものも違いますのでね、どっちが絵とか悪いという意味じゃなくて、絵は看板になってはいけないわけなんそです。れでまあ私も使ってるインターネットで YouTube ですけども、油の描き方って検索するとですね、非常にたくさんのものが出てきますし、ものすごい上手ですね。上手に描いてありますね。すごいですね。どんだけでも出てきますよ。あ、ちょっと違うのが出てきた。それで、まあ、インターネットに出てくる絵画教室、油絵教室、検索ワード入れていろんなものが出てきます。まず、インターネットのサムネイルっていうんですけどね、ちっちゃい。あれで、人の目を引かないといけないので、そこでもう人の目が集まらないようなものはダメなんですね。それがまず第一あります。これで、インターネットは視聴率を稼ぐ目的でやってお見えの方、まあほとんどの方がそうだろうと思うんですけども、そういうことで、やってますので、みんなに見てもらわないとダメなんですね。それから、本当にじっくり絵を描く、そういうことをインターネットがしてくれるかというと、それはどうでしょうか。そういうところもあるかも分かりません。でも、パッと見てですね、こう非常に感じが良くて、すごく、うわー、すごいな、この絵。どうやって描いてあるのかなと。そんな感じで見ていたら、これ私が高校3年生の時に美術部の合宿で、まあ、3泊4日ぐらいで午前と午後の絵仕上げたんですけども、こちらとこちらですね、若いですから、ガンガン真面目っていうか、元気だけはあったかも分かりません。これは50号というサイズの絵で、先ほど私がですね、横で説明してるときに体の大きさと比較してもらえば分かっていただけると思いますが、かなり大きな絵ですね。でもこれ描いてからですね、40年以上経ってますが、まあ安い絵の具しか買えないので、学生自分はそういう感じで描いてるんですけども、色の方も十分
残ってます。紫外線に当てたことはやっぱりダメみたいですけどね、きちっと保管してあれば何年経っても色褪せる、文字通り色褪せることがないと。こちらも同じく50号の作品ですけども、まあ、先ほど言いましたようにこれはずっと向こう行っとる感じを表したかったと。でここに大王崎のおばあさんがいると。近くで見てもらうとですね、非常にタッチが荒いのが分かっていただけると思います。こういう元気のいいタッチはもうなかなか年を取ってくるとダメですね。この辺はひびりが入ってますね。乾燥剤の入れすぎですね。特有のお勉強がちゃんとしてなかったということですね。まあ今日のまとめですけども、絵は何かこう自分が伝えたいこと、表したいこと、この風景のこういう点に、何でも絵で風景描くわけじゃなくて、この風景、あ、これ向こうまできれいにスーッと見えてるところが素晴らしいな。で風景画描くときは遠くのもの、近くのもの、中間のものが揃ってるといいよというような話もあるんですけども、そんな感じでですね、私は10代の時にこのずっと向こう行っている感じがいいなと思ってこれを描いたんだと思います。こちらの絵ですが、これ描いてなかったんですね。で、この子供を描いてありませんでした。で、最初ですね、1日目台風でしたね。で、台風でも絵描けますよ。で、最後に晴れたのでこういう色になりました。台風の時に塗っとる間は非常に色は沈んだ暗い湿った色ですね。で、この絵はこう壁のように閉鎖された空間の向こうに太平洋と綺麗な草が見えると。でそれをもっと感じをアップするために小さな子供を入れたと、そういう絵なんですけども、子供はその辺でクロッキーしないと仕方ないですね。で最初この辺がちゃんと描いてなかったので、これは何だと、下手くそな看板だなと、それで終わっとったわけです。この絵の大事なところはこの空間から向こうへ抜けている、それを描こうとしたわけですね。あとはみんなそれを盛り上げるための脇役ですね。主役はここなんです。脇役がちゃんと演技してくれないと映画もちゃんと成立しないように、逆に俳優がですね、主演のまだ若いアイドルタレント的な人でも舞台装置と脇役がしっかりしとればそれはそれで成立するわけです。まあ今見ると非常に縦垂直線水平線で、まあ、納得もならん構図だなというふうには思いますが、これもですね同じ時に作ったやつなんですけども、まあおばあさんここに、これもクロッキーっていうか、これは友達にポーズ取ってもらってそれらしく描きました。でも家並みは当然あるんですが、この方向へ家並みが行って、でこちらに円形の景色が見えてるんですね。これ朝日が当たって綺麗に見えてるんですが、ここはやっぱりちゃんと描いてなかったんです。でお前この絵で何を描きたいんだと、まあ最初視線はここへ行きますが、絵というのは視点が動いていくんですね。ずっとこう行って家の上に沿って行って、ほんでこの辺行って終わるわけなんです。最後が適当になっているとその絵はもうダメなんですね。入り口から出口まで視点のそれがちゃんと描けてないとダメなんです。でこの辺りはすごくいい加減に描いてましたし、難しいんですね。遠くの家描くっていうのはすぐに歪んだりするんです。
で、まあ、これもなんじゃこれはということで、それで2日目、3日目早起きして、ここを入れた、あの、絵として見えるようになってきた。この部分がですね、ないとですね、奥行きがないんですね。で、ここも手前ほどリアルに、まあ、リアルって言葉はどうか分かりませんけども、ここ適当いから適当でいいんじゃないのって適当に書いてしまうと全然奥行きが出なくて、あるいは視点の執着点がいい加減なことがやってありますと、なんだこれはと。別に構造を説明するとそうなんですけども、絵のことをわからない方が見ても、なんかこの絵しっくりいかんなというのは、そういう問題点をはらんでいるわけです。先ほどのですね、まあ、インターネットの中にはいろんな絵画教室があるんですけども、15分で描けるとか、それから非常に綺麗な絵を出して、その中には、今はパソコン映ってないんで言えますけども、もう技術だけを教えているものが多いですね。それでも構いません、別に自分の好きなように描けばいいんですけども、でもこう人生のですね、長く付き合うものとして絵というものは全く自分自身がそこへ現れてますから、いい加減なことやればいい加減になってきますし、かといって一生懸命やってもそれを表すちゃんとした基本の技術、あるいはそれ以上の技術がないと絵にはうまく表現できませんので、それなりの修行が、努力や勉強が必要になってくるわけですね。真面目にどれだけ絵と取り組んだかがその人の絵に現れてくるわけです。だから個展をやるということはストリップショーをやるということと同じですよと恩師の先生から教えていただきましたけども、まさにその通りなんですね。だからパッと見でですね、まあ、テレビやネットで見かけるのは、まあ私らから見たらもう騙し絵に近いんですけども、ババババババッと描いてですね、で反対にしたらなんか湖の風景に見えたとかですね、それはですね、まあ、手品に近いものですね。それの存在を否定するものではありません。それはそれでテレビのバラエティとかショーでバーッと描いて、なんじゃこれはと思わせて、すごく短い時間 でパッと反対にして見せたら、あ、これすごいなと、それはそれで意味があるわけです。損で終わりですね。だから私の油絵教室は非常に進むのも遅いですが、きちんとしたことをしようと思うと非常に時間も手間もかかりますので、短くパッ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 と促成栽培でできるものを目指しているのではございません。きちっとした絵の本当の心っていうのを分かっていただきたいために、まあ、少しずつやっていきますので、そのようなものを下手な美術教師が話しているのを聞いてもいいよという方は、ご覧になっていただければ幸いです。どうも最後までご覧いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録の方もお願いしたいと思います。失礼します。